ンツェル待ってよ。参った、ちょっと飛ばしすぎだって。とてもじゃないけどついていけないよ。そう言わないで頑張って。私コロナの外に出るの初めてなの。新しい人生の幕がいよいよ開いた感じだよね。俺もそう思ってたんだ。この先に何が待ってるのかしら。本当にワクワクしない？そうどうかな。ワクワクか。薄気味悪い岩を追いかけて、あっとどっか行くのが、はあ、もちろんワクワクしてるよ。これからは君とずっと一緒だ。地図なんかもういらないさ。太陽を追いかけてゆく。誰もやらないことをしよう。冒険が今始まるのよ。どんなことでも挑戦するの。風に髪をなびかせ。行こう遠くへ。いつも二人で手をつなぎ。行こう遠くへ。まだ見ぬものがおいでよと呼んでいるの。遠くへ。ラプンツェル、お願いだから勝手に走って行かないで。信じてないわけじゃないけど、あなたを守るって陛下に約束したの。出発して1週間で行方不明じゃ困るのよ。嘘みたい。もうそんなに経った？わかるでしょ、もう少し用心しなきゃダメよ。現実の世界はただ楽しいだけの場所じゃないのよ。あとちょっとでバルダロスだ。最高に楽しい場所だぞ。あの二人を一緒に連れてくるなんて本当どうかしてるわ。そう言うなって。バルダロスは面白い街だ。カサンドラでも楽しめる。生まれて初めての経験ってやつだろ。ねえパスカル、コロナの外に出て初めてよ。大きな街に行くのは聞いたでしょ。カサンドラ絶対に楽しいに決まってる。行こう